第1があるんよ。第1があるんよ。はい。撮ってますか？あ、うん、撮ってる。これ静かにしとく。あ、そうか。ごめん。いいんじゃない？いいんじゃない？あ、こっちなんじゃない？あ、これだ、これだ。あー、いた。ウミネコフレンズ。おはようございます。おはようございます。今日はどちらに来ましたか？今日はですね、八戸市の冬の朝市に行きたいと思います。冬の朝市。そう、いつものね、朝市は立花岩壁っていうところでやってるんですけれども、はい、冬の間はですね、はい、この総合卸センターでね、はい、やってるんだってやってるんだってね、うん、いや、なかなかですね。いや、今何時ですか？今ね、5時57分眠い。電話してないよ。あ、私はちゃんと寝ました。えらい。どうや。アスリートなんでね。アスリートなんでね。今日も練習あるんでね。よし、じゃあ行きましょうか。行こう。行こう。レッツゴー。あ、ごめん、顔かぶっちゃった。いいよ。さあ、行きましょう。行きましょう。消毒とかも必要だから。そうだね。ここで消毒とか体温とか測ってるっぽい。お、なんだろう。あ、6度7度ちゃんとなってる。寒いね。え、見て、はい、あ、さっこいんだよな。やろうか、吸って。ありがとうございます。やったー、行くよ。コンキー。へぇ、漬物。うわぁ、美味しそうだね。クリーム大福、わらび餅あります。どうぞ。わあ、普通に焼き魚食べたい。こうやってたい、こうやって。あーね、いいね。冬って感じする。確かに。食べる。今日はね、あのなっちゃんが、なっちゃんがね、うん、あの起きれず早かったわ。あ、ね、朝早いからね。でまだ6時9分だよ。そうだよ。ごめんよって来ても。いいよ、大丈夫だよ。美味しいラーメンの写真を送りつけてやろう。そうでしょ。私はちょっと、そうだ、ね、ちょっと、ちょっと、はい、このまま、はい、ありがとうございます。わあ、美味しそう。あ、すごい匂いする。いただきます。今日は大沢商店の醤油ラーメン550円を2つ頼みました。ウィッシュ。寒すぎて見たおいしかった。本当によ。見えてる。湯気。湯気ね。湯気の動画見た。商店街。めっちゃ知らない。嘘。なっちゃんの月日。まとめが。
リツイートしてる。あ、見た。リツイートしてるやつ。湯気のめっちゃ。いただきます。いただきます。湯気。いただきます。使えないところがあって、使えるところはすごい、ね、便利でありがたいなと思って、うん、ちなみに今日小銭とか持ってたりする？あ、ね、さっき見たの、うん、見て全然見て10円玉みたいな、どうしよう。いや、ワイもさ、あと5000円札しか持ってない。そう、そうだね、1用しかいないね。せめて野口を準備してこない。あ、でも400円ある。あ、いけんじゃない？ 450 円あるよ。いいじゃん、いいじゃん。消えるかな？いいじゃん。切れば。手を手間をロスコープだった。はーい。買いましたね。手に入れました。あ、第三駐車場まであるんだね。うん、なるほどね。右行ける？右行きます。はい。果たしてじゃあ第一駐車場はどこに？ここなんじゃない？あ、これか。これだ。うん、ここか。なるほどね。というわけで朝一でしたね。ね。どうでしたか、朝一久しぶりの。うん、しかも冬開催。寒いね。寒かったね。寒いけどさ、うん、あの八戸とかって冬ってなんかこの観光とかってないんだよね。ああ、そうだね、あんまり少なくてないかも。だから冬も朝一開催してくれるのは楽しいなと思いました。確かにありがたいね。うん、遊びに行けるね。そうそうそう。でさ、冬だとさ、やっぱ甘酒とかさ、うん、美味しいじゃん。温かいものがね。そうそう。我々はラーメンを食べて満足してしまったんですけども、そう、もうお腹いっぱいってなっちゃったなっちゃったね。でも本当に豚汁とかせんべい汁とか、そういっぱいあったんだよね、うん、美味しそうなものが、うん、だがしかしパッと、うん、あまりの寒さにラーメンを欲してしまいましたね。本当ですよ。やってまいりましたな。まあいいでしょう。いいでしょう。美味しかった。うん、あの立花の岸壁である方はさ、うんうん、結構な点数じゃん、うん、すごい出店してるじゃん、うんうん、確かに。どのくらいだろう、3分の1ぐらいなのかな。あー、そうだね、なんか確かに規模感ちょっとちっちゃい感じで、ね、小さめで、うん、八戸といったら、うん、朝市みたいなところはあると思うので。そうだね、うん、ぜひまた来たいですね。ね、今度は夏目もともに。確かに、頑張って起こそう。頑張って起こそう。それでは皆さん、はい、ねー。